気してる。いやー、刹那圭介してる。ベベベベベベ自分の名前噛んでる。刹那圭介だよ。息してる実況をやっていきたいと思います。あったかい布団で眠るんだろうな。出ていくけどな。よっしゃー。お前どうした？あ、レイタ君大丈夫？あ、調べてきたんですけどね、これレイタ君で会っとるらしい。よっしゃ、大丈夫。そうか、よかった。何か嫌なことでも思い出したの？ああ、そうなんよ。昨日道歩いていた時にガム踏んづけたことを思い出したよな。取るんめんどくさかったわ。まあ仕方ないよね。そりゃあさ、捨てた人間が悪いよ。ガム捨てた人間が悪いよ。ちゃんと紙に包んでゴミ箱捨てたらあかんのにな。気分が悪いとは自然と悪い夢も見ちゃうものだよ。ほら、こういう時は楽しいことを考えようよ。楽しいこと？何を思い浮かべたかは視聴者に対して言えません。セクハラになるのでいや、そんなセクハラなことを思い浮かべたわけじゃないけどさ、これが本当に夢の中か。夢と言われたらそう信じるしかないんじゃない？それともこれが現実で起きてることだって君は思えるかい？いや、黒い人間をさらっと殺すことが現実だとしたらすごい黒いことになりますが、いいんだよ、そこは気にしなくてもいいんじゃ別に。あ、そういえばさっきこれを拾ったよ。え、何？やってくれるじゃねえかお前、なんていいやつなんだ。少し休んでからまた探索しよう。何かあったら言ってね。お、何かあったらって言ったらさ、ちょっと5万ほどここを脱出するための費用5万ほど欲しいんですけど持ってない？あ、雑談とかできる。ライダ君、内心では僕のこと変だと思ってる？うん、変やと思うよなんかカギローデイズのカギロープロジェクト的なコスプレしやがって、出てきそうなやつのコスプレしやがってそこまでアニメ好きだと思ったらちょっと変なの、変な感じに思うよ。レイダ君は結構ひよたやけんな、オタクのことを見たら若干変に思ってしまうんだよ。え、ちょっとそんな首を縦に振らないでよまあこんなんが友達におったらさ、なんか変にちょっと絡みづらそうなやつだなって思ってしまう時はあるかもしれないな。夢の住人について、夢の住人にはたちは君自身でもある。優しかったり冷たかったり、いろんな住人がいるよ。自分自身なのあれやろ、こんな黒いのが。中でも意志が強い住人は形を持っていたりする。僕の予想だけどね、住人たちを見なけさないとこの夢から抜け出せないなと思う見なけさないとってすごいな。グロい話になってきたかもしれない。だって君も住人もこの夢に縛られているから。何にせよ気をつけてね。はーい。で、夢について。もう分かっているだろうけど、この夢は君の思い通りになるそこまで夢なんじゃ。変えようと思えば変えられる。でも君はそれを実行しない。踏み出すのが怖いのかい？いずれにしろこれは君の夢。エスカー牙を向いても絶対に逃げちゃダメ。ああ、向き合えってことか。自分のことだから向き合えってことか。お前について一番気になるんじゃ。僕も夢の住民だ。そろそろ君が来るんじゃないかって思ってたよなんかよくジブリとかであるセリフやな。そろそろ君が来るんじゃないかって思ったよ正義のヒーローなんて言ったけどね、僕はいたって真面目だよ。うんうん、やっぱり気にしないで。どうせ僕も最後は消えてなくなるんだ。何なんだろうノアって。俺にとって何なんやお前は。愛人か、愛人なのか。愛人だとしたら俺は引く。優しい住人。ちょっと休んでいくか。あ、回復させてくれるの。本当に優しい。優しいとこじゃないよ。装備は、装備の確認はちゃんとするんだよ。あ、そこまで気遣ってくれとる。優しいなお前。お前のこと消さなかったらこっから出られんって言おったぞ。これお前だけは連れて帰りたいわ。ああ行くぜ。あ、さらっと出ていったわそうかい、わかったみたいな感じのセリフ出てくるんかなと思ったらさらっと出てきた。苦しい、辛い、何も聞きたくない、見たくない。見えないものを見ようとして黒い住人消し去った。行くぜ。なんかスキル扱えるのか。いけいけ。あ、ノアが HP やばいことになってる。回復アイテムなんかあるな。
ビスケットは森永と。回復アイテム1個しかなかったんだ。あ、そうか、戻ったら黒い住人に満タンまで回復してもらえるんか。そう考えたらまあそんなもんかなと。で、倒した。ビスケット。帰ってきた。ビスケットを使ったもん帰ってきた。ゲギハ。仕方ないんだよ。なんだって君たちはそんなことを言うんだ。閉じこもってばかりはダメだよ。レータ君に何があったんだろう。トイレです。どうし、トイレー。はい。あ、こんなに人数おったな、そういや。そうだった。あー、暇だな。あ、そうだ。ここに来るんはいいけどさ、鍵手に入ったやけん、そこを開けばいい。あれ、あんな赤いやつおったっけ。気になる。水がない水がないとお花枯れる。お花愛好家や。お花愛好家がおったで。植物育てるんが趣味らしい。悪いな。ちょっと先を急ぐ。鍵開けたい。どこの鍵これ。手に入ったのどこの鍵。てか、どこ見てない。この辺見たんか。非常階段。あ、2階なんじゃ。ってことは鍵2階で使うんじゃ。よっしゃー。あれー、そっちにはもう行けないよ。どういう原理があって。通行止めか。え、合鍵って何の合鍵だ。すべての部屋が開くとかすごい。そんなオールマイティなもんがあっていいのか。そして俺は何をすればいいのか。と言うたらやっぱあの黒いやつ、いつもおるんやけん、こいつらが怪しいと言えるか。僕は人間だ。人間に見えんけどな。私は天使だ。髪を着とるな。俺は悪魔だ。あ、悪魔っぽいわ。なんもないんかな。おう、お前暇か。俺のクイズ当てたらいいもんやるよ。お前もそういうタイプの人間か。あそこに A、B、C の3人がいる。天使と悪魔の人間が1人ずつだ。人間以外絶対嘘やって思ってしまうけど。天使は正しいことだけを言い、悪魔は嘘だけを言う。そして人間は正しいことも嘘も言う。両方とも。そいつらはそれぞれこう言っている。 A、僕は人間だ。 B、私は天使だ。 C、俺は悪魔だ。ああ、上の言おったやつと一緒のことを言おんじゃん。誰が誰なのか答えてくれ。答え分かったか。まだじゃ。早すぎる。お前考える時間くれ。シンキングタイム入ります。スタートって言ってくれんかったらさ、俺シンキングタイム入らんけんな。入らんけんな。シンキングタイムスタート。自分で言うわ。もう結局自分で言うわ。俺は実況者だ。さて、検証していこう。とりあえずあれやな、仮定していけばいいのか。仮定していけば、私は天使だっていうやつ、まあ、天使はさ絶対正直に答えるけんさ、こいつを一旦仮定して、本当のことを言っとるって仮定しておこう。で、こいつは天使になるだろう。そうなると、僕は人間だ。で、あと俺は悪魔だっていう、悪魔が嘘ついとるってことは、これが人間になって、人間が嘘ついてこいつが悪魔だったって言ったら、まあ話は通る話になるんか。よし、次。この僕は人間だっていうやつが本当のことを本当のことを言ったとする。で、私は天使だって言ったら本当のことにじゃないと成り立たんけん、もうこいつも本当になるけど、そうしたら悪魔だっていうのが嘘をついとることになったら、人間天使とでついつまが合わんようになるけん、これは違うな。そしてこいつは絶対嘘ってことを考えて、こいつ本当で、こいつ本当って、これ戻ってきた。これ最初に言ったやつ。そうなると本当のことを言うのは天使、この B のやつだけで、 A と C は嘘ついとるんで、人間だって言いながら悪魔だったり、悪魔って言いながら人間だったりしってことじゃないんかな。それでいこう。これでは取ったらいいんやけど、どうだろう。冴えてるせっちゃんって、ここで当てたら冴えてるねせっちゃんっていうコメントをしてほしいところ、お願いしますね。 A は確か悪魔で、 B が天使で、 C が人間。正解。よっしゃ、冴えてるせっちゃんってコメントしてください皆さん。じゃあこれやるよ。ジョーロを手に入れた。ジョーロ。またな。
ガーデニングに背を出せというのか、私に。あ、でも待てよ。おったな、なんか。植物がどうとかっていうやつ、ここか？あ、ここだ。こいつ、こいつ。絶対こいつじゃないか？水がない、水がないと。あら、枯れる。そうそうそう。ってことはさ、このじょうろに水を汲んできてですな。水を汲んできてからですな。こっから汲むなよ。こっちがあるんだよ。じょうろに水を入れますか？はい。じょうろに水を入れた。よし、これでいいんだ。水持ってきたよー。で、俺さ、この、ここでさ、この、じょうろをね、選んで、あのさ、こいつが、水がない、水をくれって言おう前で、水を飲むっていうね、じょうろに入った水を。まあ、僕はそんな基軸なことしないけどね。あれ君、それ水ねえ、それでこの部屋のお花に水をやってくれなきゃな。うん、それは、金次第。お前が、金出してくれるか次第やな。よっしゃ、行くぜ、これか。これ写真？あ、ここここか。よいしょ。で、こっちにも。よいしょ。これでいいんか、お前。ありがとう、君、優しい。あ、そうなんよ、俺。全国優しい人間選手権でさ、ベスト3に入ったけんな。それ優しいわ。認定証ももらっとるわ。何かお礼がしたい。何か私にできることはないかな。じゃ合コンしたいけどさ、女の子集めてくれん。3対3できるよ、ノアと一緒で。あ、そうだ、夢から目覚める方法を知らないかな。そんな方法こいつらが知ってるとは思うか。夢から目覚める方法、どうしてそんなものを探しているの。彼が夢から目覚めたいと言っている。欲張りな子だね。十分幸せじゃないか。私には理解できない。理解できない。アンインストールか、お前。自ら願ったくせに簡単なことだよ。無理やり目をこじ開ければいい。でも君には意志がないから無理だね。さらっと無意志がないからって、俺はそんなに何も考えずに生きているような人間に見えるのか。いずれにしても絶対に目覚まさない。目覚めさせない。許せない。なんでお前らに許されなあかんの。なんでお前らに許されない言わなあかんの。俺、お前らに何をしたんだ。私が望みを叶えてあげる。なんかすごそうなんでできた。サイレントヒルとかに出てきそうなやつ出てきた。これ強いぞ絶対。ブレイカー、ブレイカーですよ。もうこのイマジンブレイカーですよ。もう上条トーマですよ。わあ、本当にイマジンブレイクした感覚じゃ。イマジンブレイカーじゃ、本当にすごいな。まだ使えない。てかそもそも SP ってたまるもんなんか、後遺症って。たまるだったらこれいつまでたってもスキル使えんな。たまらんな。アイテムで回復するとかそういうんじゃないとダメなんじゃ。回復アイテムが最近ノアがやばいな。おっとっと、イマジンブレイカーしな。イマジンブレイカー、よいしょよいしょよいしょ。おっしゃ、あと一発。あー、ノアでも倒した。危ない。アイスコーヒーなんて読むんこれ。落下流水、落下流水みたいな。すごい出てきた。風林火山みたいな感じ。落下流水、雰囲気はそんな感じだな。不協和音。レイダー君、空気読まないタイプかね君は。団体でおったりしたら空気読まないタイプかね。で、ん？どうしてあんなことしたの。違う違うよ、父さん母さん、俺は正しいんだ。間違ってるはずがないんだ。そんな顔しないで、そんな目で見ないで。レイタ君が今の消えた。住人たちは消えたみたいだよ。ここにはもう何もないのか。目覚める方法なかなか見つからないね。お前何か知っとるだろ絶対。そんな心配そうな顔しないで、大丈夫、きっといつか見つかるさ。いつか君もやりたい、将来やりたいことが見つかるさみたいな、進路相談みたいな言い方するなよお前。ねえレイダ君、君は本当に目覚めたいと思ってる。思ってるわ、もう心から思ってるわ。そう、じゃあ次の場所に向かおうか。まだ目覚めることはできないようです。ノアの HP がやばいです。セーブする前にあそこで回復を入れさせてもらおう。どこだったっけ。
扉があるはずの壁には何もない。え？タダダ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 ダ。はい、闇の奇妙な物語が始まったところで、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。週上げ。僕は人間だ。私は天使だ。俺は悪魔だ。そして俺は実況者刹那圭介。ところでノア君、君は何者かね。君のことまだ知らないな。夢はまだ覚めません。